皆さんこんにちは。さあ今回のテーマは春が旬のお魚タイです。タイならではの旨味を思う存分楽しめましょう。タイってね、はい、今ぐらいになるとねお店行くとね春っていう後ろ貼ってあるのよ。ですよね、はい、それで私たちはタイを一匹買っておろして食べるやるのは大変なんですが、はい、切り身にしたりお刺身の柵になってたりそれからもうお刺身にできているようなものが当然売られてますのでそれを使って蒸し物にしたり漬け丼にしたりそれから あのアクアパッツァも作りましょうね。はい、はい、では楽しみましょう。そうですね、はい。さあまずは新鮮なタイのうまみがたっぷりごま漬け丼にして贅沢なひとときを味わいましょう。そうですね、あのねすりごま入れることによってすごくなんていうお魚のその身に、タレが絡みやすくなるのよ。それでね、はい、他のねブリとか横とかいろんなあのマグロとかでもできるけどやっぱりねタイやっぱりタイ王様ですもんね。そうそうそうね、あのプリッとした感じとそれからこうしっかりした肉厚のなんていう濃いうまみっていうのはいいなって思います。はい、はい、材料ご紹介しますね。まずは炊きたてのご飯ですね。そしてタイのお刺身、はい、それでタレはですね濃い口醤油とみりんとすりごまをほらたっぷりね。そして、青みには青じそをのせて仕上げたいなと思います。はい、まずタレを作ります。はい、でねみりんと醤油なので、はい、一度ね煮切るほどではないんですが、はい、電子レンジ加熱しちゃおうかなと思います。わかりました。はい、お醤油です。はい、そしてみりん、それでね軽くラップをかけて、はいはい、1分ほど電子レンジで加熱してください。はい、はい、電子レンジ加熱が終わりました。はい、ちょっとねこれねアルコール分飛ばさないかんからね、はい、ほほほまだちょっと熱いですね。熱いしね冷めるまでねちょっと冷ますのよ。そうそうなんだら、はい、お刺身が煮えちゃうでしょ。そうですね単純にで今混ぜ混ぜしてるからすりごまは入れてください。結構ですからね、はい、甘い香りがしますね。そうそうそうタレのではすりごまです。本当にこうごまたっぷりで、ごまたっぷりです。こうなんかね、タイがこのごまをまとってくれるわけですね。そう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 。さあだいぶ冷めましたのでこれ美味しそう、ね、今回でも量もたっぷりですよね。一人ね 100g のお刺身ってちょっと贅沢だな。かなり贅沢な 80g ぐらいでもいいかなとか言いながら今日は贅沢に私いただかせていただきます、はい、ね、ほんとちょうど浸かる、うん、ギリギリ浸かる感じ であの、ま、タイの生 あの切り身というか刺身なので崩れることはないので、はい、こういうふうにちょっと軽く混ぜて使ってないところをちょっと押し込んでやるような感じでしておいて、はい、あら美味しそうじゃない。で少しなじませるために、はい、ラップをして15分ぐらい冷蔵庫で置いてから、はい、盛り付けていきます。はい、はい、冷蔵庫で先ほど漬け込んで15分ぐらい、はい、もうしっかりね、うん、そしたらね十分に染み込んでるのが分かりますね。分かります、はい、ということででは盛り付けていきたいなと思います。今回本当たっぷりのタイが、そうなんですね、盛りますからね。一人ねタイ多いのでこういう風にしていくとねご飯が全部隠れるぐらいねタイが当たるんです。贅沢、でマグロも美味しいけどタイ美味しいね。美味しいです。なんかタイって本当にこうちょっとおめでたいことがあるときになんかね食べるというイメージですが、こう普段から本当にねそうなんよ。普段からあの今回はもうなんて言うんですか、自分でさばくんじゃなしにお刺身になっているもの、それからなんて言うんですか、もう切り身になっているもの、お店でできているものを使わせてもらって料理をするっていうところなんで、
それほどハードルは高くないと思いますので。そうですね、はい、ということで、いいですね、出来上がりです。盛り付け出来上がりです。あ、もうちょっと贅沢ですね、本当に、はいはい、濃厚なごまだれにタイの甘みが口いっぱいに広がります。ぜひお楽しみください。続いては、うまみあふれるタイとアサリのアクアパッツァです。簡単なんですが本格的な仕上がりで楽しめます。そうなんよ、タイを使ってアサリとミニトマトを添えると本当に美味しいアクアパッツァというか煮物のになります。スープまで、はい、ぶっと美味しいなと、ね、うまみがあって、そうそう、でもね、あのアクアパッツァって基本的にっていうほどでもないんやけど、案外こうお姿のまま、そうですね、こう丸ごとって感じですよね、そういう感じなので、そうするとホットプレートを持ってこなきゃいけない、あの取り分けてあげるのに手間がかかるとかいうことがいっぱいあるので、今日はあえてタイの切り身を使ってあのアクアパッツァにします。そうするとあの人数分の切り身があってお皿にも盛り分けれるので、あの便利かな、美味しく手軽に食べていただけるかなと思っています。はい、はい、では材料をご紹介しましょう、はい、タイの切り身2切れですね。そして塩と胡椒、そして砂抜きのアサリ、ミニトマト、ニンニク、それから白ワインをねたっぷり使います。でオリーブオイル、仕上げにイタリアンパセリを使っていきましょう。まずタイに塩胡椒をしましょう。はい、塩コショウ、もうほんと少量、そうそう少量なんだけど、はい、必ず両面に手を使ってコショウもきちんとしておきましょう。はい、はい、こういうふうにね丁寧にね、はい、塩コショウをしておきます。はい、そうミニトマトはヘタを取ってもらいました。はい、でニンニクは、みじん切りにしてもらいました。はい、はい、この準備をしてから炒めていこうと思います。はい、では早速炒めていきましょう。はい、オリーブオイルがね今弱火で、はい、温まっています。入れて、入れてや、はい、はい、ありがとう。はい、でね少し温度を温めてオリーブオイルとニンニクをなじませます。でこれでニンニクを焦がしてしまうと良くないので焦がさない程度に温める。はい、まあ基本ですね、ごま油でも何でもそうなんですが、ここでちょっと待ってやってくださいね。はい、ニンニクの香りが立ってきたので、はい、今度火力を強めて、はい、魚身鶏皮身身考えると一緒、身の方から身、はい、別にいいんですよ、両面焦がす、あの焦げ目がつくまで焼くので別にいいんですが、こういうふうにニンニクの香りのついたオリーブオイルで両面焼いていきます。はい、でこれはですね焼き目が中身まで煮えなくてもいいけどこんがりと焼き目をつけるということが大事なので様子を見ながら返していきたいなと思います。はい、そうそうニンニクが焦げてきたのでタイをひっくり返します、はい、ね、いい色になってますね。そうですね、でニンニクがあんまり焦げたら嬉しくないのでちょっとニンニクを紛らわしていきます。しばらくお待ちくださいね。ほらお焦げの感じが出てきましたので、はい、では何からでもどうぞ。いいですか、アサリから。アサリからいきますね。はい、じゃあ旨味のアサリでございます。はい、はい、トマトも入れて。いいですか、はい、ではトマトです。どう見ますか、どうぞ。はい、おいで、はい、で白ワイン入れてください。はい、ではいきます。はい、白ワインです。はい、はい、じゃあこれでね、ちょっと弱火にして様子見ます。まあ5分ぐらい様子見ましょうか。タイの切り身がちょっと熱いので、はい、それで様子を見たらもう終わりです。はい、しばらくお待ちください。京子さん見てみましょう。おー、
開いた。すごいなんかニンニクのいい香りもしますし、アサリの出汁も出ましたよ。ほら口開いたし、お魚もふっくらしてるし、ね、このなんかスープのもうなんか旨味が詰まってるのが分かりますよね。これはフランスパンを持ってきて吸わしたいね。あ、美味しそうですね。でこう加熱されたトマトもこういう風にねプテプテプテっとなっていくんですよね。 いいですね。さあちょっと早いですが食べましょうか。お好きなだけ。タイも身ふっくらしてます ね。でしょ、刻むのかな、適当に。これは飾ってもいいし刻んでもいいし。じゃあ盛り付けましょうか、はい、どっちがいい、尻尾とお腹の方と。尻尾でいい、はい、尻尾の方でいい。本当に本当に本当にお母さんの話が。本当に切り身を使うと簡単にできるのでいいですね、うん、そうですね。こういう風にね、こういう風にね。あ、もうちょっと当たりそうだよ。はい、トマトももうちょっと当たるかな。はい、すみません。旨味エキスもたっぷり。そうですね、一人分のお皿っていうことができましたので、どうぞ。はい、アサリとトマトのコク深いスープがタイの美味しさを引き立てます。ぜひお楽しみください。最後はふっくらふわっとしたタイにとろーり野菜のあんがかかった上品な蒸し物です。タイってね、それこそ薄味のあんかけが合いますよね。どかすけど、あのハマチとかなんとか酒蒸しっていう感じのお味やけど、このタイは柔らかいお味が合うと思うんですね、はい、で蒸した後で中華風なんだけど、それをタイの旨味を損なわってなわない程度の柔らかい中華風のあんになっています。はい、はい、材料をご紹介いたしましょうね。タイの半身、サクで買っていただきました、はい、で塩と酒ですね。でお野菜は玉ねぎ、赤パプリカ、あの緑のピーマン、そして中華スープとお水で塩、胡椒、とろみのための片栗粉とお水をご用意ください。まずはタイに塩をしていきます、はい、タイタイちょっとね塩をします、はい、でね、しばらく置いておくんですが、はい、まず半分に切っておきましょうか、はい、置いておきますが半分、ここが厚いからちょっとこのぐらいで半分かな。あと私ね、私的に気になるのはね、はい、タイさんここね、ここに骨があるのね、はい、でそれをお客様にお伝えするか自分で抜くか、ここはないですね。だからここのところだけちょっと後ですそぎ切りにしましょう。まずはですね、はい、はい、塩をしてしばらく置いておきます、はい、はい、続きましてお野菜です、はい、新玉ねぎの千切り、それからパプリカのね、千切り、それから青いピーマンの千切りを、はい、それぞれ千切りにしてもらいました。はい、はい、では今度ね、タイの塩をしたものを、はい、でこういう風に水分を拭き取ります、はい、あのしばらく置いておくとね、もともとついてる水分もそうなんですが、塩分で浸透圧でねちょっとね出てくるんですよ、はい、それでね、で京子さんその酒を振ってください、はい、全体に、はい、はい、ではお酒です。お酒結構たっぷりですね、はい、そうです、たくさんあります。もうしっかり、はい、でこの状態で見えるかな、この状態で、魚焼きグリルで7分ほど焼きます、はい、これは上は何もせんと、このまま蓋はせず、はい、このままで焼いていきます、はい、グリルの中で、はい、タイを酒蒸しにしました、はい、ね、でね、このお汁をね、はい、ほい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 、このお酒も今からあんに使うと、そうそう、お酒の中にタイの旨味が
入ったわけでしょ。そうですね。お水と鶏ガラスープをください。はい、ではいきます。お水です。はい。なんかこう濃厚そうなタイのエキスがね、美味しそうだったね今のね、できてますよね。うん、さあそしてもうよろしいですか。はい、はい。鶏ガラスープです。で最初に玉ねぎの甘みだけはさっき出したいので入れてください。はい、もういいですか。はい、はい、じゃあいきます。玉ねぎです。お野菜もね、あのたっぷり、はい、あんの中にそれなりにっていうか ね。ではほな沸いてきたから次の工程に行きましょう。しばらくお待ちください。はい、はい。あ、ほらちょっと小煮立ちしてきましたね。はい、アクというほどでもないけど、アクかな。あ、アクだ、アクだ。はいはいはい。ちょっとね、ちょっと取りますよ。で、沸き立ってしまうと、もうアクも出てしまわないので、今の時が取り頃。はい。はい、じゃあね、塩コショウしてください。はい、ではいきますね。はい、お塩です。はい、そしてコショウです。はい。こう優しい感じのこう中華の香りがしてますね。はい、そしたらね、はい、沸いてますからね。はい、パプリカも。はい、では赤いパプリカです。ピーマンも入れてください。はい、ピーマンです。はい、でもうすぐとろみの準備をしてもらっていいですか。はい、とろみではいきますね。うん、でここが全体に煮立ったらもうとろみをつけようと思います。はい、だってピーマンってね、生で食べれるやない。そうですよね、だからパプリカも。そうなんよ、もう煮えたぎるのはなしに、やっぱりさっと火が通ったぐらいがいいかなと思うので、はい、混ざったら入れてください。はい、混ざりました。はい、いきますね。はい、では水溶き片栗粉です。はい、意識して混ぜなんだ。ちょっととろみがしっかりと止めますね、余熱で。はい、これであんができました。いい感じじゃない。そうですね。はい、はい、ではこれで盛り付けていきたいと思います。はい、お皿に先ほどの蒸した鯛を置きました。はい、で彩りがいいところをおかけしたいなと思います。あんも本当こうちょっと透明感があって、そうです。あ、いいですね。いいでしょ、華やか。華やかでしょ。それであのちょっと平たいお皿なんですもん。こういう風にね、はい、たっぷりとあんをかけて、はい、鯛の身鯛でございますって見せたかったのですいません。はい、はい、出来上がりでございます。ふっくら柔らかい鯛にとろーり野菜のあんが絡み合います。上品なあんかけ、ぜひお楽しみください。春が旬の鯛、そのうまみが思う存分楽しめるレシピを3品ご紹介しました。今回ですね、本当こうどれも鯛の旨味が引き出されてて、あ、やっぱり美味しいなってどれも思わせてくれました。今回は本当お刺身とか切り身を使ったので、ものすごく料理しやすかったので上手に使っていけたらいいなと思います。では今日のレシピのポイントをお願いします。鯛って私なんか年寄りはお刺身の盛り合わせか、それから鯛のかぶと煮、ごぼうと一緒に炊くとかいう風な固定観念があったので、ちょっと脱却して漬け丼にしてみたり、アクアパッツはもちろん中華風のあんかけにしてちょっとこう冒険をしてみました。でこれからですね、ゴールデンウィークにかけて本当に鯛が安く出てくる頃なんで、何や知らんけどね、毎年ね夕方ぐらいになっていって、えこんなんで買えるのっていうようなお値段で出ることもありますから、ぜひあのこう切り身にしたりとかオーダーして楽しんでいただけたらと思います。はい、今日ご紹介したお料理は鯛のごま漬け丼、新鮮な鯛の旨味がたっぷり、贅沢なひとときをお過ごしください。そして鯛の中華風野菜あんかけ、鯛の上品な旨味に彩り豊かな野菜が見た目にも楽しませてくれます。そして鯛とアサリのアクアパッツァ、
濃縮された旨味が炸裂、簡単で美味しさ満点の一皿です。この春は豊かな旨味が口いっぱいに広がる鯛を使って食卓を彩ってみてはいかがでしょうか。ではでは皆さんご一緒に、せーの、レッツクック。